はい、どうも、トモキーです。先ほどちょっとインしたら、クエストが、発生してました。で、サイクロプスのアルゲス、こちらが発生しているので、こちらを倒しに行きたいと思います。はい、それでは早速、こちら輝くもの、受けていきます。で、マップで言うと、こちらですね。はい、噂では近々来るって聞いてたんですけども、とうとう来ましたね。キュクローブスのアルゲス、はい、こちら、西ロスト、はい、アルゲスの怒りのカルデラの中心にいるようです。はい、移動していきます。で、着いたらもう即、近くにターゲットがいるが出ました。あそこだ。はい、今回はウォーリア装備、見つからないように屈射セットを使ってます。で、今回はね、ちょっとボス戦ということでセカンドウィンドも入れてきました。はい、サイクロプスっすね。とりあえず攻撃は痛そう見た目ですけど、いいね。やばい、時短だ。炎吹き出すね。危な。完全に避けないと、ああいうの怖い。84万。攻撃は痛いですね。あと炎もきつい。炎きつい。これかわさんじゃやばい。ああ食らった。かわした。ね、やばいやばい、なんかやばい。うわー、走ってるだけで燃える。よっしゃ、もうちょい行っちゃうか。いけ、いったー。エイメージ撃、危ねえ。やばいね、痛いね、かなり痛い。なんかね、レジェンド武器もらいましたね。ウォーリアータイプの、ヘビークラブですね。属性ダメージ 25%、 物理ダメージマイナス 25% ですね。はい、とりあえず、倒したら、火山の日焼け止めっていうトロフィーもらいましたね。こちら、一応ね、結構強い。実はね、これちょっとやり直してます。実はね、結構強い、かなり強いです。やられてます僕。近づいて、正面から近づくと捕まえられる。捕まったら最後と思った方がいいかもしれない。だから真ん前から行かない方がいいかなと思います。後ろとか横とか正面から行くと、まともに切りかかると捕まえられちゃう。うん、それ、あれはやばいです。あれはやばいと思ったんで、弓かもしくは横とか後ろから、後ろに回って攻撃するといいかなと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。また攻略や解説動画やってきますんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。